ラングラード島は小ミクロンとも呼ばれる半島。グランドミクロン島とカップ島とともにサンピエール島、ミクロン島のミクロン島を構成する。行政上はミクロンイコールランの一部である。ラングラードという名前の由来は興味深い。一般的に信じられているガール県の同盟のコミューンであるラングラードや同盟の騎士とは何の関係もない。ラングラードは かつてカップダングルテールやカップドラングレとされた地名に由来する。非常に古い地図にはテーラ・エングランドという名の島が掲載されている。ラングラードの面積は91平方キロメートルであり、18世紀以降、砂の地境によってグランドミクロン島に接続された。ラングラード島には定住人口がない。ランスオーグブルヌールの周りに、 本質的に別荘が占めるたった一つの集落があるだけである。近年2006年に亡くなるまでシャルル・ラフィットが一人で暮らしていた。群島唯一の河川ベルリビエール川は南から北に流れている。600を超える南波線が島々の海岸に散らばっており、そのいくつかが地境の起源になったと考えられている。地元の民間伝承には 幽霊と失われた宝の話がたくさん伝わっている。18世紀半ば、島はすでに住民によって森林資源の過剰使用の状況にあり、森林の大部分が破壊されていた。フランス領植民地の森林の豊かさに関して、レビューデオイホレ氏は、サンピエール島、ミクロン島の状況をこう述べている。彼らの状況と気候条件から住民は林業の観点には、 平凡な関心しか示さない。サンピエールにはねじれた発育不良の樹木がほんの数本しか生えていない。ミクロンを構成する二つの島のうち小さなラングラード島には数箇所の森がある。もみの木の樹高は10メートルから12メートルである。カバの木も見られる。この島々は自国の消費に必要な木材資源を提供するにはほど遠い。 1865年、彼らは30万3000フランの一般木材を輸入したのに対し、輸出による収入は12万フランであった。ありがとうございます。